その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。あれから2年、シガンシナクを出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。どうした？第104期訓練兵団、ここには役立たずしかいないのか？立体機動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。次、用意はいいか？この装置を使いこなせるようになれば巨人どもなんて敵じゃない。俺は強くなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。これができなきゃ話にならねえ。やってやる。ガスを吹かせば高速で動くことが可能だ。限りあるガスを有効に活かせ。戦闘中にガス切れになったらまずいもんな。ガスの残量に注意しておかねえと。一体機能をうまくこなせなきゃ巨人なんか相手にできねえぞ。は務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨
巨人の弱点部位は理解しているな。そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。遅い。実際の戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ。次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ。そんなに巨人の餌になりたいか。刃は攻撃すれば、ガスは吹かせば消耗する。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。以上を踏まえ、実戦を想定した訓練を行う。各自判断して、必要があれば補給しろ。訓練兵、刃とガスはここで補給できるぞ。足りなくなったらすぐにここへ来い。これが本日最後の訓練だ。総合的な巨人討伐技術を見せてもらう。これから目標が複数体出現する。時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しろ。よし、他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端から削いでやるぞ。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃあ獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。もっとチームワークを鍛えた方が実戦に近い訓練ができると思うんだけど。お前らしいな。でも今回は競争なんだ。お互い頑張ろうぜ。苦手だけど頑張らなきゃ。アルミ、お前ならやれるって。
俺も手は抜かねえけどな。負けないからな、エレン。ああ、俺だってトーマスには負けねえよ。俺はもう立体機動術のコツをつかんだぜ。てめえは指くわえて見てな。うっせえな、お前にだけは負けねえ。エレン、大丈夫？余計なことはすんなよな。お前はお前で全力を尽くせよ。キースケオカンが見てると思うと緊張して実力出せないよ。弱音吐いてるとまた教官にどやされるぞ。訓練だからって手は抜くなよ。それが兵士としての責任ってやつ。分かってるよ。他の奴らに負けたくもねえしな。兄か、珍しくやる気出してんな。そりゃね、憲兵団に入れるかどうかは立体機動術の強化次第だからさ。そこまで！時間だ！訓練終了！今回の訓練の最優秀成績者を発表する。エレン・イエーガー、お前が1位だ。やった、やったぞ、1位だ。おのおの今回の結果を踏まえさらに訓練に励め。解散。